長、ごめんなさい、もっと気になるのは、そのリモコンなくしたら一緒じゃないかなと思ってますね。はい、そうおっしゃるだろうと思いまして、こういうものも買いやすいと思います。はい、社長、それ線が。はい、これ紐付きでございます。ちょっとなんか電話しにくそうですね。あくまでもね、これは、ご本人の考えもございましょうけれども、はい、見てください、このダイナミックな商品。それですか。そうです、このダイナミズム的な発想でございます。ダイナミズムなる商品以外は取り扱っておりません。それはでも社長の思うダイナミズムがあるってことですね。はい、今そこはよくわからないんですよ、社長。社長の口癖。ダイナミズムって何ですか。日本全国にダイナミズムを取り戻すためのもうちょっと具体的に、いまいちわからないですね。日本にダイナミズムは昔はあったけど今はないですか。そうですね、今自分さえ良ければいい、自分さえ良ければいい、人の方が人はどうでもいい、自分さえ儲かればいい、まさに思いやりの心、思いやりの心、それがなくなっております。これらのものを含めて、なんかこう日本に活気をもたらす、まあ、そんな気持ちも、それが若干はございます。それが社長の言うところのダイナミズムってことですか。ちょっと広いですね、意味が。はい、うん、この彼にはダイナミズムあるんですか。彼ですか。全然ございません。ダイナミズムないですか。社長、そんな部分ありますよと。全然ないですか。今じゃ社長が思う今日本で一番ダイナミズムのある人って誰ですか。そうですね、まあつい最近では北島康介さんですか。ああ、いや、なんとなく分かりますね、ダイナミズムありますね。それに続いては小島よしおさんでしょうか。え、あの芸人の、はい、ダイナミズム、彼はやはりダイナミズム全てをはい、脱ぎ、払って、はい、まさにそれはその裸になって、裸一貫でやってます。裸一貫で、裸っていうことですか。いや、裸一貫ということから。社長、ダイナミズムっていわゆる裸なんですか。いや、そういうことではございません。私を見てください。はい、確かにダイナミズム、ダイナミックですね。ダイナミズムだけを追求してきましたから。はあ、じゃあ社長が今理想系のダイナミズムってことですね。はい、今考えうる、はい、なんか言われてみるとダイナミックな、ダイナミックを感じますか。ね、ダイナミズムがなくなったら終わりだと思っております。あ、その通りですね。わかりました。お話じゃあ次の人に。はい、次の人に。おもちゃ、はい。